はい、じゃあ今日は個人事業主の合法脱税の裏技か、また釣りだなこいつみたいな話もあるんで、ちょっとアンチコメントやめてくださいね。で今回はじゃあ ここからか。ちょっとねこの間さ、本当に1000万のサラリーマンと個人事業主の違いってやつか、あれがねすっごい反響で、うわーってこれパソコン使ってやったらすっごい良かったなと思って、みんないいねとねチャンネル登録してくれたんで、ちょっと今回から頑張ってね、ちょっとまた格好いくさらにしてちょっとやり始めたんで、ぜひいいねとチャンネル登録お願いします。それとね、もうこの間のそのやつも今日直したんですけど、これまあ動画上がってる時にはもうなってると思うんですけど、目次をつけたんですよ。説明欄に目次もついてるし、コメント欄にも目次がついてて、そのスマホだったらコメント欄のとこしか触れないんだけど、目次のねタイムのとこポチッと押すとね飛べるんですよ。あ、こんな機能があるんだって俺もちょっと昨日聞いて、人からでは、これぜひやろうと思って今日やったんで、便利になってるんで、それでぜひ使ってください。話がちょっと俺すぐ長くなる癖があるからもう今日もストップウォッチ止めてないでね、あれですけど、回してないであれですけど、じゃあちょっと早速いきましょうか。はい、じゃあ現金帳簿の動きの違い、これ利益だね。現金がもうお金持ってるから利益があるっていうわけじゃないっていう、ちょっとここ大事なんですよ。最初にね、ちょっと今日はもう脱税っていうのも書いてあるんけど、節税の話ですけど、本当はね、ちょっとお金の、そういう税金簿記的な話をするんで、ちょっとここをちょっと理解してくれんとちょっと後の話が分かんないんで、きちっと聞いてほしいんですけど、まず1番、200万円の車を現金で買った場合は、まあ、現金は200万減るわね。それはまあもちろんじゃないですか。それは200万円の車買って200万払ったのに100万しかいなかったらアホかってなっちゃうでしょ。で会社っていうのはでも経費になんないの、これ200万の車今日買ったからってパーンって、何っていうのは減価償却費っていうのがあるんですよ。でそれは何っていうと、認められるのは新車耐用年数、車の場合6年、これ足場材だったら4年とか、もうこれ全然年数違う、建物だったら15年とか、木造だといくら何年とか、まあ、大体決まってんだ、これ税理士で、これはちなみに税理士じゃないんで、そうそう、ここから話すことも、いやそんなそれ違うよとか特例があるよ何があるよっていう話はやめてね。12億、今合計会社12億でね、まあ社員とそれこそ個人事業主なんか入れるともう100人以上毎日人が動いてるような企業の社長でもこんだけ分かっていれば大丈夫だよっていうことだから、まあ別に俺が税理士と対決したらおかしいし、税理士の YouTube もいっぱい出てるから見たらいいと思うんで、俺もそれ今日ちょっといろいろ勉強してこれ書いたんで、もうこの6年っていうのも知らんかったぐらいで、ああ車6年なんだっていうぐらいなんですけど、まあ何年かどうさなかんっていうのは分かっとるっていう感じですけど、ただこれ中古ね、中古を4年落ちの車買うと2年で落とせるんだわ。だからその6年ねだけじゃない、落とせるって何っていうと、200万の車買ったらって今年利益が200万減るわけじゃなくて、その2年で落とすんだったら100万100万落とすわけで、4年で落とすんなら50万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 。ただこれ定額法と定率法があって、定率法っていうのは今言ったのは定額法だよね。で定率法っていうのは、例えば 40% ずつ落とすとか、だって 40% だったら初年度は80万、次の年は140万に対して40万とかさ、でだんだん下がってくる、でも最初にいっぱい落とせるみたいな、で 40% とか 50% とかなんか、まあ、それもちょっと俺もあんまりよく分からんだけど、まあ、確か 40% とか 60% とかなんかそんな話だったと思うね。まあこれも大体もう全身機械いいわ、で物によっても違うかもしれないし、まあ、そのいい加減な話で喋んじゃねえって言われちゃったらごめんなさいねで2番、まああとはこれはね、1万円の足場資材を1000万円分買ったら、ね、ローンで買った場合現金減んないじゃん。だから足場資材なんか買う時に結構銀行から金借りたりして2000万ぐらいバーンって買うとかさ、だからキャッシュ減らないんだよね、だけどこの経費見れるって書いてあるんですけど、これは何っていうと、減価償却って、まあ、これさこの上の話もそうなんですけど、個人事業主とか法人でちょっと違うんであれですけど、大体 20% とか30、あ、20万、30万、法人は20万だから、で、個人事業主に30万ぐらいまで入れるとか、なんかちょっといろいろ、俺もようわからんだけど、まあ、2、30万だと思うんですけど、20万以上のものを買うときには、減価償却法で落としなさいよっていう決まりがあるんだけど、その1万円のものを例えば10個買ったとかさ、1万円のものを50個買った場合は、一括で落とせるんだよね別に。
ちなみにうちは足場自体はもう一括落としてない、こっちで落としてんだけど、まあその税法上、これもちょっと詳しくわからんもんで、この俺の言ってることが半分間違ってて半分合ってるよみたいな言い方される難しいコメンテーターみたいなコメントしてくるやつおるもんで、ちょっとめんどくさいんだけど、まあそんな感じです。なのでこれは逆に金が減らずに経費を落とせる方法だよね。ちょっともう詳しくやらんね、時間がなくなっていっちゃうから。うん、はい、次。経費に入れれれば、まあ利益が下がる。まあこれは当然のことだと思うんですけど、だって経費にいかに入れれるか。まあ利益出てない年に、で逆にいかに経費に入れずに利益を上げるかという場合もあると思う。いい年悪い年って、本当会社ってバラバラだからさ。で、まあ今言ったように解釈で変わるグレーゾーンっていうのが本当にあって、税理士さん3人に聞いたら3人違う場合もある。よくテレビで今、行列でできる法律相談所でもそうじゃんね。弁護士とかに相談しても、法律って解釈で変わるっていうのがあるから、まあもちろん税法にもそれは適用されるんだけど、うん、で2番経費をたくさん入れても現金を持ってる人がいるって、もう本当にこうやつ女だ。でそれはね、会社経営の上手い人だって現金、会社が潰れるのは損失を出したら潰れるんじゃなくて、現金がなくなった瞬間に潰れるでね。従業員にお金が払えなくなったら潰れる。だから現金がたくさんあるんだけど、経費を入れてでも現金を持ってる人がいるっていうのは、まあそういうことだな。でここに書いてないか、売上と原価、まあこれまあ原価償却と、またさっきの原価償却も同じ話なんですけど、これと同じような話なんですけど、売上と原価という話があって、まあ究極言ったらさ、売上に関してはだって今月末、今8月の20、ちょうど8月の30か31かな、で今月に売上げたものっていうのは今月の売上だから今月の利益なわけ、月で言うとね。だけど現金ってじゃあいつ来るのって言ったら、キャッシュはもっと後で来るでしょ、9月になって入ってくるでしょ。で下請けやってる人なんかで言うと2ヶ月後3ヶ月後に入る現金もあるでしょ。だからこれは逆だよね、経費にじゃなくて利益に入れれるけど現金がないっていう バージョンだよな、これ。で原価、逆にこっち支払いの方で、これはちょっとグレーゾーンなんですけど、究極や今日に塗料を1000個注文しましたとね、1000万分塗料注文しました。で究極言ったらそれって支払いって1ヶ月後に2ヶ月後じゃんね。だけど経費には入るわけですよ。でこれ本当は材料棚卸しっていうのがあるから、月末本当は年末、まあ1年なのか1ヶ月なのかで、ただ卸しって言って1000万の在庫持ってますよ、これは経費に入んないですよって、本当は厳密に言うとそういうことやらなかったんだけど、まあちょっと俺も税理士の話したいわけじゃないです、それあんまり言わんけど、そういうものもありますよっていうことだね。であとはもう支払いだよね、例えば従業員だったら、下請け員だったら月末に請求書あげてこいよって言って今日付けの請求書が来るもんで、こっちは原価に入れれるんだよね、経費に入れれるの。ただ支払いって先でしょ。うん、そういうことが言いたい。まあちょっとあんまり詳しくやると時間がなくなってっちゃうんであれですけど。7分。で、個人の会社が曖昧、あ、個人と会社が曖昧。うん、これもそうだね。プライベートと、まあ会社が曖昧みたいなもんだと思うんですけど、微妙なライン。例えばまあこのティッシュもそうだな。こんなもん会社で使っとるもんで会社のもんだけど、コップでもそうだよね。ほら、従業員はこれ自分のコップ、まあうちの会社は自分のコップは自分で買ってこいようなんだけど、まあ、俺会社の会社で買ってる。ちなみにね、まあこれちょっとこれ明日税理士これできたらどうしよう、あ、税務署が脱税で逮捕されて YouTube 上げれなくなったらどうしよう、まあいいかいいか、それ時間がなくなっちゃうな。うん、まあいろんな解釈がある。だってビデオカメラとかもそうだね、今俺、まあ、ちなみに会社のお金でビデオカメラもちろん YouTube 撮るために買ってるから、ね、会社の経費で買ってるんですけど、じゃあ子供もぶっちゃけね、こんな言って本当に税務署来るなんてないだろうなまあこの取ったことはあるよね、まあ、もちろんだ、そういう意味です。で明らかに5番、明らかに経費対策のものが世の中に出回ってるって、まあ、保険とかも本当にめちゃくちゃある、まあ、ちょっと保険の話は後でするんですけど、まあ、5番もつながってるんか、あ、これ、あ、ごめんなさい、これ4番5番、これ俺これ紙持ってるんだけど、これとちょっと違ったわ。4番明らかに経費対策のものが世の中に出回っている、で5番がそうだ、もうちょっとつながってるんですけど、これ一つちょっと面白い話これしたいな。飛行機の話で。本当にさ、これ、まあ、ちょっとあれですけど、まあ、昔ちょっと俺もこれ興味あったのでしっかり聞いて、まあ、ちょっとこれも曖昧な話なんですけど、本当面白くてさ、例えば一口1000万で、
飛行機をリースか購入しませんかみたいなやつよ。で減価償却まあ6年でするとかじゃんね、例えば飛行機でも。で1000万だけど、まあ、100人で購入とかだよ、一口1000万ですみたいなので、多分10億とか100億とかのね飛行機を買うんですよ。でそうすると6年償却できるから、あの経費参入できるので、それを JAL とかにリースするんだよね、貸し付ける。でそうするとまあ利益が出てくるわけよ、貸し取るから。でお金が入ってくるんですよね。だけど例えばまあまあ1000万分のね、簡単に飛行機買ったらもうそれ6年で落とすけど、そんだけその6年で焼却できるほどの金が入ってこんわけ。なんでって言ったら、その飛行機なんか10年20年使うからね。でまあ損金にできるわけよ、経費参入できるわけよ。でじゃあ6年後とか4年後にどういうふうになるかっていうと、これをその JAL とかに日系じゃなくて、今度ちょっと隠したってたら失礼だけど、ちょっとお金のない航空会社、例えばインドネシア航空とかなんかいろいろあるでしょ、ああいうところに飛行機を売るんですよ。でその時の金額ははっきり分かってないけど、大体今までの相場でいくとこれぐらいです。その景気の変動でも値段が変わるからって、でそうやって考えると 120% ぐらい金が返ってきますよみたいな、まあ 100% とか 90% でもいいんだわ、究極言ったら 90% 返ってきても経費の利回りまで入れると100何十%儲かる、儲かるって言ったらかな、あの経費対策になりますよっていう話があるの。あの経費をあのごまかせって話じゃないからね、これ脱税の勧めをしとるわけじゃないでね、あの脱税って書いてたけどね、まあ、あれちょっと引きなんですけど、節税だね。うん、でこれっていうのは本当にあの会社潰したらあかんからね、個人事業者、そうでしょう、車を運転するのでも、じゃあアクセルガーって打ったり急ブレーキ踏んだ方がガソリンが減らないよって言ったらそうやってやるかもしれないけど、そーっと運転してそーっとブレーキ踏めばガソリンも減らないし車の耐用年数も伸びますよっていうのを覚えることで車を大切に乗れるわけでしょ。そういう話だからね、そのこういうことやれって、あの金をごまかせって言ってる話じゃないからね。で積み立て型保険とかも明らかに経費対策の保険っていっぱいあるんだよね。で後でこれちょっと出てくるんで、まあこれあんまり詳しく言わないんだけど、であとは投資目的の商品、これ時計、カード、骨董品、これまあまあ時計ロレックスとかの経費入れるかどうかわかんないんだけど、俺もそういうのがあんまり本当に興味全然なくて、まあ、そういうものあのブランドものとかあんまり持たないからちょっと本当わかんないですけど、絵画なんかとか会社で飾るからって言って買ったら経費に入れれるんじゃないかな。でそういう目的で買ってる人って結構いると思うんだよね。カードとかなんかこれわかんないけど消耗品じゃなくて、普通のカードなんてもう一発焼却下手したらできるでしょみたいなもんでしょ、このカードなんかだってゴミでしょあんなもんってまあ好きな人はでもすごい金額がついてるわけでしょ。でもあの価値が下がんないもので経費に入れるものっていうのを見つけるのが得意な人っておるよね、ほんと。まあ究極や、俺さっきちょっと話出たように足場材なんか4年で焼却できるって言ったけど、4年でなんか10年って使えるでしょ。あ、これちょっとまたずれちゃったな、俺またこういうことやってたからな、うん、だからそういうものね。でこれっていうのはまあ対策ね、会社を守るための対策として考えてくださいね。はい、所得が下がるメリット、まあまあここでもまあまあバババッと喋るけど、所得が下がったらまあ税金が下がるだけじゃない、もちろんね。で試験民税、子どもの保育園の金額、まあこれ所得にかかってくるじゃん。だって個人事業主なんか300万の所得だったら300万にこれ全部かかってくるんだ、健康保険だとか国民年金で。まあちょっとこれはまあ当たり前なんだけど、子供手当もそうでしょ、あの高額になってくるとこれもらえないで、俺はもう本当もらえないよこれ、うん、で国民年金っていうのがあって、まあじゃあ、ね、これも減ったらもらえる金が減るじゃんって言うと思うんですけど、これこの間の動画でも1000万どの頃、まあこれちょっとに、まあ、貼っとくんでそっち 見たら詳しく話してるんですけど、あの簡単に言うと俺らは国民年金、まあ、俺社会保険 の厚生年金なもんでいかんですけど、厚生年金払ってるのは今のじっちゃばっちゃのために払ってんの。だって自分のために払ってんじゃないよね。だけど、これ、小規模、これちょっと漢字が違う。小規模企業共済とか、これ個人事業主これ入れるんだけど、これ10年払ったら120% ぐらい返ってくるやつあるの。で、金額決めれる。まあ、マックスいくらまでとか決まってるけど、これは中小企業の人ってやっぱりリスク背負ってるから、国がこういう制度を作ってくれてんだけど、で、積み立てて運用してくれて 120% ぐらいで返ってくるとか、なんかそんな話があるのかな。10年払ったら、で30年後にもらってもいいんだよ、別にこれ。で、中小企業、倒産防止協会、これも経費に入れれる保険だよな。うん、これ 100% 入れれる。これ絶対やった方がいいな。もう本当にこれやった方がいい。で、小規模企業共済なんかも絶対やった方がいい。うん、で、経費に入れれるから、
帰りリターンで言ったら何パーになるって、うん、まあまあリターンっていう言葉ちょっとあんまり良くないけどな。で合法だって今の話も全部合法的節税ですよって、だって違法なんかする必要ないんだわ。だって申告した方が勝ちなわけよ。みんな結構申告してないやつおるじゃん。それ一番いけないやつね、うん、だからまあ本当にあのこれによってね俺表彰されたぐらい国から、あの職人さんが一人親方がね個人事業主がいっぱい申告するようになってくれて塗り替え道場さんありがとうって言ってほしいぐらいだけど、まあ、そういう話だよね。で究極言ったら本当に曖昧グレー、だって YouTuber が私服とかさ旅行行くのなんかさ、だって経費でだって落ちるでしょ。だけど俺はまあ個人事業主、あのいつもね、あの朝6時の動画は決まった服着てるから、まあ、ちょっと落とせないだろうなと思ってるし、あの旅行もね、まあ、旅行行ってそこで動画撮ってこい、まあ、もちろん落ちるわな、仕事で行くんだから、うん、で2番贈り物は OK、 自分のあのこれもねたまたまこれはもうたまたま俺は気づいてしまったことがあって、まあ、ゴルフクラブ買ったんですよ。でお客さんに買ったんだよそれで贈り物で、だからまあこれゴルフクラブはダメですよ社長さんって、あのまあこれはさすがに会社でもう俺ゴルフ自分でやるからとかの話じゃなくて、いやいやこれ違うんだわって言って、あの知り合いに買ったんだわって言って、あのよう世話になってるもんゴルフクラブ買ったるわって言って本当お客さんに買ったんだわね。そしたらあそれは落ちますよってん、これはいいぞってまあいいぞって言ったらねこいつ怪しいけどまあまあそういうことよ、うん、まあね自分なりに考えてほしいけど。で3番趣味と仕事のは境界線がまあ曖昧だよな本当に、だってさっきもちらっと言ったけど、あまあそれ違うか、さっきあの違う話で社員に言ったですか、で趣味と別にね仕事ってまあ曖昧だから、だってグレーゾーンが大きいよっていうことだけちょっと理解して、で4番飲み会は仕事、もうこれはもう完全に飲み会は仕事、もう俺なんかもう 100% 仕事、これ仕事じゃないですよねって言われたらもうアホかってなるもんね。酒なんか本当に好きじゃない、だって家で晩酌しないしって、家で飲まないし俺って、うん、あの外で誰かとしか飲まないしって、そうだもう仕事で何があのメリットがないと、俺メリットって言ったらあかんけど、うん、まあ、何か得れるもんだから俺はもう自分の心がマイナスになるやつは絶対酒飲まないもんね。自分がそのプラスになるとか話してて楽しい勉強になる影響を受ける元気になるっていう人と酒飲んでんだから仕事だよね、うん、で5番旅行や映画は、まあ、社会見学、まあ、これは難しいとこだけど、だってそういう解釈も取れるよね、うん、だって勉強のために行ったんだよって、こういうね仕事とかやっててこういうねあのやりたかったから見たんだよっていうのもこれも曖昧なところなんですけど、で、まあ、家電製品の扱いもそうだよね。だって会社にうちの会社に冷蔵庫とか電子レンジあるけど経費で買ってるじゃん。でそのプライベートで家で使うものはまあ落ちんと思うけど、まあそれってその、まあ、さっきの贈り物は OK と同じ話でさ、まあ俺の口から言うと怒られちまうでアンチが湧くっていうかさ、税理士がブヤー書かれるもんね。でまあ節度持ってやってよ、まあそれはまあ俺はまあそう思う、あの結局罰当たるのは自分だでね、うん、であとはまあ7番、あこれはすごい大事だと言っとこうか、領収書がないものはもう入れられる、でもこれ本当案外知らないとおるけど自動販売機のジュースも全部入れられるでね、あの紙に書くだけでいいんだわメモで、うん、でね、自動販売機もそうだって、冠婚葬祭もそうだよね、メモに書いてこれ誰々企業取引先の人のところに葬式に花田あんままあ、つや行きましたとか結婚式行きましたっていうのももちろん降りるし、まあいろんなことが降りる、あと従業員とこれ飯食ってこいってまあね5人で俺で1万円しか出せんね、まあこれ足りんと思うけどまああと足りん分は自分たちで出せよって言ったもんとかも、まあ、もちろん落ちるよね、うん、あこんで終わりか、はい、じゃあ、 あの終わらせていただきます。あのチャンネル登録とあのあれね、あのいいねお願いします。